ああ、かわいい。ああ、かわいい。おお、よしよし。ああ、よしよし。ああ、かわいい。いやー、ピカチュウよ。俺はもうさ、バトルとかさ、指を振るとかさ、もうそんなによくてさ、こうやってピカチュウをなでぐりなでぐりしてればさ、それだけで幸せなんだよ。なあ、もう、バトルとかさ、そういうのやめて、こう平和な世の中でさ、ゆっくり暮らしていきたいよな。いやー、ま、あお、うん、ごめん、ピカチュウ。もうちょっと頑張るわ。そんなわけで本編どうぞ。どうも、みつみついと申します。ポケットモンスターブラック、指を振る縛り、今回も頑張っていきたいと思います。というわけでね、新しい町にたどり着いておりますけども、なんかね、なんか上の方でくるくる子供たちが回ってるんで、なんか怖いんでちょっと話しかけてみましょうか。大丈夫君たち、変な薬とかやってない？変な宗教とか。おお、どれよどれ、2匹のドラゴン。多分危ねえ子らだ。朝も夜も混ざり、すべてが許される。あ、てか、なんかごめん、なんか俺がぐちゃぐちゃにしちゃった。ごめんごめん。ぐるぐる分かれて、ぐるぐる混ざって。なんこれ。回る回る、回ってねじれて。なんだこれ。怖い怖い。お、ポケモン大好きクラブ。俺も入れてくれ。俺、ポケモン大好きクラブに入れる逸材なんだよ。てか少ねえな、人。このクラブ、かそってるな。会長でなんかくれっぺ。うお、ほん。私、世界各国にあるポケモン大好きクラブの中でも、一番ポケモンが好きな会長なのであります。自称な。君もトレーナーはどれだけ愛情を持ってポケモンを育てているか私に見せてくれないかい。いいよ。僕も、まあ、ピクシーでよ、ピクシーで。おお、このピクシー出会った時はレベル1だったのに、今ではレベル41のかい。結構育ったんだね。愛情あるね。おお、なんかくれた。学習装置、これはありがたい。わあ、これはどうしよっかな。デストロイかな。デストロイか暴力だな。とりあえず今はデストロイで。使おうっと。それは素晴らしい愛情を見せてくれたお礼だよ。使おう。これは、こういうのはどんどん甘えていこう。はいはい。というわけでね。ジムリーダーの方に挑んでいこうかなと思います。ハチ君ね。氷タイプかね。凍らされたら結構厳しいよな。この美味しい水。受け取るよ、もう水は。あらかじめ、なんか、まとめてもう渡してくんねえか。氷は炎で溶かすか、格闘でぶっ壊す。あるいは岩鋼で結構弱点多いな。それでもな、もう凍らせるっていうのはすごい有利だもんな。さて、ツルツル滑るんだろうね。うわー。で、こっちか。なるほどね。てかなんか、こいつ格闘系じゃないか。大丈夫か？ねえ。格闘系の方が嫌なんだけど、どっちかって氷系よりも。うん。わかるかな、この乙女心。おお、3匹持っとる。クマシュン、おお、よかった、氷で。ああ、危ない。わ、結構強いな。35か。リーダーは何レベルの出してくるんだろうな。モブトレーナー、しかも3匹持ってるやつでレベル35って、結構なレベルじゃないかな。ドライブは別にな。守る見切りほど嫌なイメージじゃないな。残るだけでしょ。しかもどうせ倒せてないってね。意味なし進。さてさて、体当たり。おお、シンプルないい技が出たね。そうそう、こういうの TPO に分けてね、使い分けていこうや。フリージオ、あのバケモンみたいなですか。まあとりあえずナイスガイでゴリゴリ押していきましょうかね。なんかマリオ RPG とかにこんな敵いたよな。溶けるか。なるほどね。防御上げる警戒。ぐーんと上がるんだ、溶けるって。2段階上がるんだ。水の波動は混乱できればすごく美味しいんだけどね。全然だね。うわ、レートビン、うわー、凍らないでください。うわー、結構効きますね。凍ったらもう何もかもおしまいだよ。うわーっと、効かないか。冷凍ビーム。凍らない。おお、急所？うわ、ナイスガイ倒れたのちょっと痛いな。これ、肉まんザリベンジかな。頭突き、よし。オッケーオッケー。
肉まんも相当弱らされちゃったな。デストロイ頼む、強くなってくれ。お前の力がいずれ必要になる。甘えたって無駄だよ。君はどうせ毒で倒れる定めなのさ。残念だったね。おお、かわいそう、かわいそうす。クマシュンかわいそうす。ギザかわいそうす。経験値あんま多くないね。シェアするほどのもんじゃなかったね。いやんこいつゲイだったのか。マジか。これ何？スイッチか。これでこうしてここに来てこう戦うと、そういうことね。これもバトルガールじゃね。まあ格闘タイプは使わないでしょ。でもさっきの空手王の流れからしてな、格闘タイプ使ったらもうサツキ、こんなところで隣のトトロのサツキちゃんが37、高いね。まあ、1匹しか持ってないやつで37なら、まあまあまあ、ジムリーダーはどうだろうね、40ちょい超えぐらいかな。そう考えると今ね、ちょっとな、2トップが41だからね、ちょっと足りてないっちゃ足りてないんだな。もう冬相手に地面技出すんじゃないよ。なるほど、結構効くな。まあまあ、しゃあないしゃあない。猫に小判、結構強いんだよな、猫に小判。猫に小判って俺こんな強いイメージなかったんだけどな。強いんだね、猫に小判は。威力マジいくつなんだろう。金もらえるっていうなんかイメージしかないからな。デスッチが急速に追いついてきてる。ただまあ攻撃防御がひどすぎるけど。マジでこいつせめて防御ぐらいどうにかなんないかな。防御が低すぎるんだよな。よーし、いくぞ。お、なんでこれ、うわ、怖っ。こんな仕掛けよく作ったな。トレーナー生きて返す気ないだろ。あんなに安全保障のされてない場所がありますか、かつて。あれだな、格闘系のやつが多いんだね、トレーナーとしては。出してくれポケモンは、まあ当たり前だけど全部氷だけど、素晴らしいね。やっぱね、いくらドクターへ最後は自分で決めるっていうね、そういう男らしさ大事だと思います。最後のインドはね、自らの手で。今回結構トレーナー戦順調だね。やばいな、逆に動画時間大丈夫かな、こんなに順調だったら。あ、でもこれ、クマッシュ、ここのトレーナーって、ポケモン少なくね？まあね、ブラックホワイトってこういう、ストーリークリアまではね、新ポケモンしか出ないっていう縛りだから、まあ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 。少なくてもしょうがないんだけど、もうちょっと絵代わりは欲しいなって感じはするけど。あ、鋼、そっか、効果バズンか。強いね、こらえたね。でもこらえるじゃないのに完全にこらえたもんね。攻撃ガクッと下がってきたな。まあでもこれならチョンでも倒せるかな。うわ、ここでこらえる、鬱陶しいな。滝登りいいね。よし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 、オッケーオッケー。まあクマシュンはね、なんかそんなに怖いイメージがないな、今んとこは。どっちかというとあのなんか氷の結晶みたいなやつの方が嫌かな。バニリッチもそっかいるか。お、宿り、はい、勝ちました。これ勝ち勝ち、これ出たらもう勝ちだから。うじゃあ、挑発だ。はい、暴力の役目をしまーい、おしまーい。しょうがない、お荷物に変えるかな。挑発、え、バニリッチ挑発使うの？これマジでジムリーダーのやつも使うかな。だったらちょっと先行き不安なんだけど、大丈夫かこれ。何この入れ替えるだけの作業、この入れ替えるだけの作業、私はライジングサンと名付けよう。マジ挑発持ちっていうのがな、ちょっとね、先行き不安だよね。まあ宿り木で倒しましたけど、この宿り木を使ったライジングサン作戦でこんなにちょろちょろ変えられたのは、変えさせられたのはさ、あいつのせいでもあるんだけど、あいつが挑発なんて使うから。いやー、挑発不安だわ。指を振る芝居で一番合格の技だからね、挑発は。こって、ここ行って、このスイッチ踏めないとダメなのかな。まあでも一回ここか。で、こう行ってスイッチを踏む。で、こう行って、でこうだな。で、
この危険なとこ飛んで、このバトガとまた戦うと。何人かな、まあ、あと1人ぐらいだと思うけどね、モブは。そんなにたくさんもいないでしょう。うん、2匹か。バリッチ出た。もう挑発マン嫌い。挑発使わなきゃもう何してもいいから。俺は挑発だけやんないで。挑発やんないんだったらもうずっと溶けてていいから。ずーっと溶けてくれても一切構いませんので。スピードはそこはなさそうだな。転がる。おお、これで挑発かれてももう平気じゃない？俺ずっと転がってるだけだもん。これどうなんだろう？ここで挑発かれた場合。これ転がり続けられるのか？もう転がり続けるね。ローリングストーンズだね。強っ。これあれかな、転がるってずっと続くのかな、変えなければ。ちょっと変えずにやってみよう。転がる？これって転がり続けるね。もうこれで決まりだね。ざまあ一番楽なバトルだったかもしれない。ここまでで。くっそ楽だった。転がってりゃいいんだもん。ゴロ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 つって。平日の昼間からゴロ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 つって。いや、ほんとつるんと滑ったわ。いいバトルだったな。さて、モブトレーナーはまだいるね。で、こう。あと一人ぐらい。これぐらいでしょ。キングオブカラテ、私の技を伝授したポケモンでお相手しよう。ヘイ、俺の中で片言設定。実に日本人みたいな顔をしてるけど実は外人みたいな、そういう。しか空手王が出せなポケモンじゃないべ。もう超発マン。ちょっとナイスがもう一回転がるできないかな。転がる転がる転がる、やってみよう。転がる転がる、ナイスガイが転がる、ルル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 ル。まあまあ悪くない悪くない。まあ溶けるならまだまだよしとする。ここで転がるを使おう。転がる、マジ転がるのあの落差をバカだれ、何やって、死ぬな。ナイスガーイ、おおせめてもっと大事なバトルの時やれ。勝てそうな時にやるんじゃないよ。爆裂パンチ当たれ、いけ、よし一発。いやーナイスガイの尊い犠牲はあったけどな。うん、まあまあ今回も割と楽なバトルでよかったかなと。バニッチが挑発使うかどうかだな、もう結局このジムは。うん、そこだね。はい、というわけでね、ジムリーダーの方挑んでいきたいと思いますけども、いやなんかね、見た目ちょっと怪しい感じの、ちょっとお近づきになれないタイプの人がいますけどね。ジムリーダーに挑む心の準備できているようだな。ちょっと噛んだ、ごめん。君のセリフ噛んじゃった、ごめん。ではいざ。お、口数は少なめの人だね。うわぁ、なかなかの人だな。破竹、筋肉はすごい。うわぁ、もうどういうセンスの服それ。こんな寒いとこでめっちゃ肌出して、バニリッチだ。挑発以外でお願いします。はい、っていうかこのジムあれかな、ナイスガイの威嚇あんま意味ないかな。あんま物理系使わないかな。結構ナイスガイの威嚇って地味になんか今まで役に立ってたような気がするんだよね。まあミラーショットは別にそんな効かないみたいだね。まあまあまあ、よしよしよし。泥かけ、どんな問題、まあ、命中率下げれればそれでもう、それがもう何よりかな。君は強い、いや君とポケモン強いな。今のだけで認めていただけるのですか、ならありがてえや。あ、ミラーショットしかしない、しかも当たらない、残念無念、また来週。蓄える、うん、蓄えるってどんな効果でしたっけ。ちょっとおじさんには難しいかな。一つ蓄えた、一つ蓄えると防具が上がる、特防がある。悪くない悪くない悪くない。ミラーショット、まあ次くらい当たっちゃうね。
ミラーショットなんか追加効果あんのかな。ちょっとその辺が怖いとこですね。命中率がさ、これはちょっと痛いな。次もう一回命中率下がったらあれだな。うわ、もう変えた方がいいかな。これどうしよっかな。次ちょっともう一回だけ粘らして、相手の命中率も下げてるから、トントンちゃドットなんだけど、PP が下がってる分こっちの方がな。うわ、ちょっと変えるわ変える。もうやってられん、こんなんやってらんねえよ。よーし、暴力だ。やっぱり暴力だよな。まあね、相手の命中率1個下げてるからね。お、作戦変更かい。男らしくないね。なるほどなるほど、解けるか。暴力のね、超ド級のパワーなら超えられる。ゴッドバードは効くんですか。ゴッドバードどう、今一つになる。氷タイプに飛行って、氷から飛行は効果抜群だと思うんだけど、逆もまたしかりなのかな。ゴッドバード、うわ効かねえ。ハゲるぐらい効かねえ。まあでも効果今一つ出てなかったから、単に溶けるの効果だろうな。ミラーショット連発するの地味に鬱陶しいけど、挑発使ってこないっぽいな今んとこは、ね、こういう時にかけて物理ばっか使うのはうちのパーチーらしいっちゃパーチーらしいね。物理以外も、物理は諦めよう、ね、物理は使えねえってこんな状況で、うん、特殊な特殊、火炎放射とかでいいぞ。火炎放射で妥協しようじゃないかなあ。暴力くん、暴力くん怒りはダメね、こういうのどうせ連続で出ないし。頑張ってくれ。氷の息吹はどんな問題、どんな問題、どんな感じだい。なんか見た目強そうだけど、うん、急所に当たったか。怒りのボルテージ、怒りのボルテージ上がったけどさ、どうせ怒り連続で出ないでしょ。じゃあ意味ないよね。シャドーボール特殊じゃない、これは。いやー、回復させそうだな。まあ、回復させても一回回復切ったっていうことで、ポジティブポジティブ。ここでね、心折れちゃいけない。大丈夫大丈夫、俺たちは強い。そう、俺たちは強いんだ、丸くなるんだ。よし、頼むぜ暴力。ミラーショット命中率下げられちゃったらな、厳しいけど、ちょっとそれ以外はなんとかね、していきたいなと思うけど、まあうん、普通普通、このぐらいならまあ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 。おしよしよし、やっぱ生きてる生きてる、やつの石は生きてるよ今でも。せーの、おっと出た、これだよこれ。せーの、ほんとこんな怪しげな色、ちょっと足りてねえ。もう一回回復させるかな、したらあいつの回復終わりじゃないの。3回まで やるのかな、後半ぐらいになっつって。なんか人によっては3回ぐらいやる人もいたような気がするけど、ジムリーダー2回までかな。砂嵐、わーお、あいつに効くかな、効かないのかな、どうなの、効くかあいつ、効くね。ただ俺にも効くんだなこの砂嵐は。てかちょっと PP 値が削られてるな。ただすごい傷癖を2回切らしたっていうのは悪いばっかりじゃないような気はするんだけどね。どうなんだろうな、回復がまだ残ってたらちょっとしんどいっちゃしんどいけど、回復がもう残ってないのは砂嵐で勝てるっちゃ勝てるけどね。どうだろう、まだ足りないか、砂嵐ってせいぜい5ターンぐらいだもんな。あ、命中下がった、これはもう変えるしかないな。命中下がったらもう素直に変えよう、そこはな。差し押さえ、とりあえず道具は使えなくなりましたけど、うん、よしよし。氷の息吹か、どんな問題、威力的には。ああ急所でこんなもんなら、お荷物でも耐えれてるね、うん、お荷物で耐えれるってほんと全然よ。そんなのスピードスターか、確実に当たるっていうだけありがたいですよ。効かない、でも砂嵐収まっちゃったな。どうせまあ回復はもうできないから、ただ他のやつで回復はあと1回ぐらい残ってる説もあるからな。急所当たるね氷の武器、なんだこいつ、なんか違反とかしてんじゃないの。恩返し、お、俺に懐いてるやつな、すごいダメージ全然懐いてね。いや違う、きっとなんか溶けるかなんか使ってたよな、なんかきっとそれの
俺には懐いてるから、お荷物は。お荷物、毎晩俺お荷物を。あ、空切断。なんだこの強そうな技。神技じゃないの。出たー、めっちゃ強い。悪切断。名前も半端ないしな。いやー、デストレがね、何もしてないのに経験値を吸っていくと。次はツンベア。あー、これ強そう。うわ、これ強そうだな。これナイスガイじゃない。これ威嚇入れてよしでしょ。絶対物理系で強いの持ってるよね。これはナイスガイとりあえず言っといて。まず威嚇でしょ、威嚇の特性いいよな。うわ、これはやばいね。威嚇で入れといて、攻撃を下げつつ指を振るで、変わら、お、変わらりはいいぞ。これは防御下げろ、防御、防御下がんねえか。うわ、威張る。うわ、これはな、どうしよう、変えよっかな。攻撃がぐーんと上がるのはいいんだけどな。うわ、でも1回ぐらい行きたい気分もあるな。ちょっと1回だけ行かして。これダメだったらもう素直に尻尾を丸めてバイバーイにする。攻撃技、攻撃技出ろ、攻撃技来い。ちゅう、なんで特殊技やねん。そこからせめて美味しい思いしようや。つらら落とし、うん、まあまあ大丈夫。混乱も最後2ターンぐらい解ける可能性もあるから。いやー、生きてくれ。つらら落とし、回復かな。お、危ない。とりあえずね、次で混乱解けるっていうのを見越したら、こう攻撃がぐーんと上がってる状況っていうのは全然美味しいから、このままで行きたいんだよな。よし、解けた。読み通り、そろそろ解けると思ったんですよ。噛みつく、しかも攻撃技いいね。来てる来てる。でこのまま戦えば攻撃ぐーんと上がった状態で、ただ一回引っ込めた方が威嚇がもう一回出るからな。美味しいっちゃ美味しいんだけどな。攻撃ぐーんと上がってるからな。もうそれもそのままで行きたいね。こいつはどんな技使うかな。てかレベルそんな高くないな。今までの傾向だとなんか積み技ばっか使ってた印象かな、どっちかというと。あんま別に、なんかそんなに意地悪な技はなかったかな。炎の図、お、閉じ込めろー、やれー。効果抜群にしちゃ効いてないね。ただこういう蓄積系はまあまあ悪くない悪くない。あと8回か。微妙なラインっちゃ微妙なラインだね。普通にやってれば勝てると思うんだけどな。攻撃技、イバルはどっちに入るかな。どうだろう。でもこいつあれか、攻撃の物理技あんま持ってないんじゃないかなって思うから、ただただこっちに丸得になるだけじゃないのかな。丸得情報じゃないの、ただの。自滅しろ。自滅しねえな。ここは耐えるよね。これどうせ特殊だ。よっぷない、よっぷない、危ない危ない、危ない、危ないです。とても草の近いは効かなそうだね、さすがに。今一つなんないんだ。降りて何が今一つになるんだ。あれ、俺それが分かんねえや。ちょっとまあ回復させよう。そってそって、自爆してくれ。よし、自爆。うーまい、うーますぎる。おいしい、おいしい。これで回復させたら3回回復させるってことになるけど、どうなんですかね。様子見よう。あ、回復させないね。もう回復も切れた。残念だな。まあまあまあ、オーロラビームじゃ倒せないよ、ナイスガイは。舐めるんじゃないよ、あんまりナイスガイは。そしてこれ、ナイスガイの悪空切断が出る。あ、ではないけど、どうだ、ドリルくちばしで倒すんじゃないか、もう。素晴らしい。今回のジムは結構流れ良かったな。なんか、みんな気張ってくれた感がある。俺の教えた通りだな。普段のな、三津大先生の指導によって、うわ、突進とか使いてデストロイもな、レベル上がってって、特防は高いんだけど防御が低いんだよな。もうこれはもう格闘系とかにぶつけらんねえな。君とポケモンと素晴らしいコンビネーション、麗しき友情。お、1万円、約1万円もらえちゃいました。強き心を持つ者よ、これを渡そう。
おお、なかなか中肉臭い、いいデザイン。なんかね、この尖ってるとことか危なそうだよね。これで友達をツンツンしちゃいけない。おお、あとバッチ一つ。なんやかんやで結構来たね。始めた時はどうなるかと思ったけど、結構後半まで来てるんじゃないでしょうか。レベル80までか。そこまで育てないでしょ、なかなか殿堂入りまでに。あ、楽しい、何氷エビか。どういう技なん、結局。あんま強い印象なかったけど。必ず急所に当たる技。イカ様じゃねえか、こんなの。こんなイカ様してきたのか。こんなインチキ野郎にはな、俺は負けないよ。俺みたいな貧困法制、心が綺麗、嘘一回もついたことないトレーナーは。ん？なんだい？なんだお前ら付き合ってんのか？私たち付き合うことになりました、みたいな。てへえ？みたいな。ミツ、ベールと話していたけど、カノコタウン旅立ってから、僕は、何が変わった？知らん。なんか、髪型とか変えたんじゃない？絵だと分かりにくいけど、ちょっともみあげを刈り上げてみたとか。何をしたいのか、何をすべきか考えようと、自分と向き合ったら何もないように思えて、僕は本当に強くなったのか、ポケモンが強くなっただけなのか。まあ、究極はそうじゃない。ポケモンが強くなっただけじゃない。よくわからなくなった。はいはい、ジェレンタラ、3人揃ったのにね。ミツ、私はね、今度はダイスクラブに行ってね。私のやりたいこと、私にできそうなことを探すの。なんじゃい。誰だ？誰？誰って、私はベルで、こっちはジェレン。そしてプレイヤーミツ。いるのわかってる。姿を見せた。ん？なんじゃい。うおー、影のもの。マジか。で、こっちは一応4人いるからな。4対3なら勝てるべ。さすが石化のジムリーダー。影の存在で我らダークトリンジに気づくとはな。ミツだけに伝えても、俺だけ？何、俺だけにそんな愛の告白みたいなのがあるのか。ちょっと、受け止めきれねえ。ゲイツさんからの伝言だ。リューラセの塔に来い。そこで中川さんがお前を持って、また中川が、あいつもしつこいホモだな。サイコホモだな。しかと伝えたぞ。メールとかさ、LINE とかあるじゃん、今。なんでわざわざそんな七面倒くさい伝達方法。リューラセの塔、どういうことだ。おい、きちんと。相手にされてねえ、あいつ、ダッサ。破竹ダッサ。そうちゃん少年、事務挑戦だとしたら、しばし待ってくれ。私は今からリューラセの塔に、お前は相手にされてないからな。お前言っても、あ、なんか変なの来たよ、つって。変な格好のやつ来たよ、どうする、つって。なんかお土産とかあげて返せばいいんじゃないみたいな。そういう対応されるよ。僕も行く。リューラセの塔はこっから北だよね。あ、君らは二人で仲良く行くのか。で、俺はベルちゃんとしっぽり。うわ、私はどうしたら？とりあえずそのリューラセの塔に行かないと。ここから北だっけ？君行くの？ダブデで行く？ダブデで。というわけですね、このパートはここまでにしようかなと思います。まあ、なんやかんやでね、もう、バッジが7つ目まで集まったということでね、結構後半に来てるんじゃないかなと思います。いや、だからね、こう、ここまでね、見ていただいた方は、まあね、あとね、まあ、まだもうちょっとね、一悶着ぐらいありそうですけども、ね、最後までぜひぜひ見ていただけたらなと、最後までね、指を振るでクリアしていきますのでね、何卒ね、もう少し、もうしばし、お付き合いいただけたらなと思います。次回、ポケットモンスターブラック、指を振る縛り。この周りでくるくる回ってるガキども、うぜえの巻、よろしくどうぞ。ではお疲れ様です。